今回のワールドカップから登録メンバーが23人から26人に拡大されました。今の岡田さんの話、この3人増えた、これは選ぶ監督にとってはどんな影響がありますか？めちゃくちゃ大きいですよ。この3人っていうのはね、たった3人かと思うかもしれないですけど、はい、1人でもね、ものすごいいろんなパターンが考え変わってくるんですよね。3人増えるっていうのはね、本当かなり監督としては、監督としてはいろんなことが考えられると思いますね、組み合わせ含めて、はい、選手としてもすごい大きな差ですよね。そうですね。で、大体23人の場合、決勝まで行っても1回も出ないような選手って必ず出るんですよね、はい、あ、これチャンスですね。ちょっとボールを入れて、高いボールになります。フィジカルでは強い中国代表、ここはシュートまでは持っていけませんでした。そうすると26名になると、もっとそういう可能性のある選手が出てくると、ええ、でそういう可能性のある選手をどういう選手を置くかというのも、一つチーム作りでは大きなポイントなんですよ。あ、そうなんですね。例えば僕の時は川口芳勝というチームキャプテンにしたんですね、はい、中合わせるか、日高今日3本目のシュート、大きな声を出しました。岡田さん、話途中になりましたが、はい、そうすると川口が残り組の練習とか一生懸命やってくれた若い選手、文句言えないですよ。そうですね。で、彼がボール片付けたりね、そんなことしてくれたら、もうチームがグッと締まるんですよね、だそういうメンバーの選考というのもあるんで、まあ、そういう意味では26名に増えたら、もっとその可能性、いろんな可能性を考えられますね、はい、幅が広がりますよね、いろんなタイプの選手をある意味招集することがこの3人の中で可能になっていく、まあ、そういう意味では自分の武器を牧野さん、はい、まあ、宮市はスピード、例えばそういった部分も含めてどれだけアピールできるかですね。そうですね。他の選手とは違うそういう何かを、ね、発揮してもらいたいですね、はいはい、岡田さん、そうすると3名から26名になった、うん、そのプラス3人増えたっていう意味では、98年のフランスワールドカップの時のメンバー選考だと、うん、今となったらじゃあ大きく変わりますか？増えたら、はい、それは分かんないけど、まあ、例えば、はい、経験積んでたら、僕あの時41歳でまだ監督をやったことなかった状況なんだけど、はい、その時で自分で選んだメンバー、まあ、数のこと言ってるなんて思うんだけど、はい、自分では全然後悔してないし、でもそれが経験積んだ時にじゃあ数をどうしたかって、それはまた違うかもしれない。しかしあの時の自分のチームが勝つためにベストを尽くしたというつもりもあるし、だからまあそれを自分の指針っていうかね、はい、自分がこう有名になりたいとか、自分がこう成功したいとかじゃなくて、チームが勝つためって考えてる自信があるから、別に僕は何とも思ってないし、まあ、それをカズも分かってくれてるんだと思うんで、はい、だから今でもちょっと付き合いがあるんですけど、うん、監督の仕事っていうのはそういうことで、なんていうかな、自分が指針なくやったら逃げ隠れすることなんもないし、チームが勝つために自分がベストだと思ってやってることも、そうですね、はい、まあ、森保監督も同じようなこう信念というのは感じる、そんなコメントが多い監督です。まあ、これから森保監督はメンバーをより絞り込んでという中で、おそらくラストピースという意味でこの大会から誰か出てきてほしいという思い、そこに食い込みたいという脇坂。